イザリ川ダムは、北海道へ庭市、一級河川、石狩川、水系イザリ川に建設されたダムである。国土交通省北海道開発局、札幌開発建設部が管理する、特定多目的ダム。包み高45.5メートルで中央部に粘土など、水を通さない壁を設ける、中央土質社水壁型ロックフィルダムという形式の、ダムである。 地水用主目的に千歳川流域に建設された唯一の多目的ダムで、江庭市、千歳市などの水亀でもある。ダムによって形成された人造湖は、江庭湖と呼ばれる。伊刈川は、石狩川水系の主要な支流である千歳川に注ぐ河川である。四と東谷国立公園に位置する江庭だけの登録を、水源とし、江庭渓谷を形成しておおむね東に流れ、 江庭市内を経て千歳川へと合流する。流路延長は4 6 8キロメートル流域面積は162.9平方キロメートルであり、千歳川に合流する支流の中では規模が大きい。上流は原生林に覆われた山地と陸上自衛隊江庭駐中屯地の演習場が多くを占め、中流から下流域にかけては、えに市の中心街が広がる。古くより、 えに市の水源として利用されている。ダムは、えに渓谷の下流部に建設された。なお、河川名及びダム名となっているイザリ川のイザリであるが、アイヌ語で元来、鮭の産卵状の意味を持つイチャニがなまってイザリになったのではないかと考えられているが、正確な語源は不明である。千歳川は、大正時代に王子製紙株式会社が、 苫小コ工場への送電を目的に、水力発電事業に乗り出し、四骨湖直下流に1919 19年千歳世代ダムを建設したのを皮切りに、千歳世代ダム、千歳世代ダム、千歳世代ダムを相次いで建設した。しかしながら、地水に関しては、ほとんど無防備で、たびたび水害に見舞われ流域は、大きな被害を受けた。戦後流域の地と市、江庭市は、 陸上自衛隊東千歳駐屯地や江庭駐屯地が設置されたほか、札幌市のベッドタウンとなったため急速に人口が増加。また、千歳空港に近い地の利から工業地域が付近に多く形成されたことに伴い周辺の産業も急速に成長していった。これを受け、千歳川流域の治水整備と水需要の確保は喫緊の課題として、 千歳川総合開発事業を北海道開発局が策定した。千歳川本川は上流の水明渓谷にすでに4基のダムと昇園堤が建設され、これ以上ダム建設に適した地点がなかったため、左支線の伊沢川に特定多目的ダム法に基づく多目的ダムを建設することで洪水調節を図ろうとした。 伊沢川ダムは1971年から建設が開始され9年の歳月をかけ、1980年に完成した。伊沢川合流点より、下流の千歳川及び石狩川の洪水調節、既得農業用水利権分の取水量維持のための、不特定利水、江庭市、千歳市、江別市、北広島市への上水道供給が目的である。完成後は、ダム湖の江庭湖、 ダム下流の公園等が、江庭市民憩いの場となっている。ところが、ダム完成の翌1981年、千歳川を含め石狩川水系は過去最悪の洪水を起こした。これは、石狩川の洪水が低地で、河川勾配の緩い千歳川に逆流して、長期間滞留し、支流の下水が千歳川に流入できなかったことが被害を拡大した。このため、 翌1982年に石狩川水系の治水計画である石狩川水系工事実施基本計画が全面改定され、千歳川本川の治水計画として千歳川放水路計画が立案された。だが、計画流路内に野鳥の楽園ウトナイ子があることから環境破壊につながるとして激しい反対運動が巻き起こり、1999年に計画は、 白紙となった。現在の千歳川の治水対策は、堤防建設と川幅拡幅、春節をメインにして、湧水池を併設するヨーロッパ型の治水計画を行っており、ダム計画は全く検討されていない。ありがとうございます。